か伝えたいこと伝えとこうか。じゃあこの子から言う。もうステージから落ちないぞ。もう部屋の電気を消し忘れないぞ。もう救急車は呼ばせないぞ。私はいい子やった。こなか、おぎゅん、佐藤、ケリーの、せーの、最後の誘惑始まるよ。Thank you.
しライブなんですけど、もうこの4人はもうこれで本当に最後になるので、うん、じゃあおぎゅんからあ、違う外からあ、はい、すごいドタバタで本当に追い出しっていう雰囲気本当にないんですけど、あの今もスカートスケスケって言われて、かなえちゃんから服借りてドタバタで着て、はい、追い出しだなって今実感してます。で、いっか赤い公園、1回生の3月ライブでこの赤い公園のバンドしたんですけど、このバンドをやってぐらいから本当に2部にいてよかったなって思えてきたかなっていうバンドでして、夏合宿、1回生の夏合宿とかにケリーとギュンと私とかで2部やめてマウンテンデュー入ればよかったなってずっと言ってたぐらいなので、本当に今続けてきてよかったなって思ってます。で、本当にもうずっと2回から3回4回でずっといればいるほどどんどん2部が好きになっちゃって、昨日も懐かしかったんですけど、ブサイクチャンピオンとか、タキモンさんの真似とか思い出せば出すほど全部懐かしくて、それで、まあ、すごい楽しかったから大好きなんですけども、挙句の果てに調子乗っちゃって目覚めたら病院のベッドの上だったことに本当にもう申し訳ないなって思ってるんですけど、だから2部のみんなは仲間であり命の恩人でありみたいな、もう本当にみんなが大好きで、はい、もうセクハラもいっぱいされたけどいっぱい遊んでくれて構ってくれた先輩と、セクハラもいっぱいしたけどめちゃくちゃしたけど佐藤さんって近寄ってくれる後輩、あとこんなめちゃくちゃの私だけど4年間ずっと一緒にいてくれた同期の皆様は本当に同期の皆さん本当に大好きです。私はこの代で二部慶応に入れてよかったなって本当に思ってますもう泣けてきたのでありがとうございました本当にみんな大好きです。ありがとうございました。しゃべります。あと面白い話ちょっと考えてきたのしゃべりますね。眩しい。4年間ありがとうございました。まあ、大丈夫やって初心者で入ってきたんですけれども、最終的に、まあ、うまいなって言われるような先輩になりたくって頑張ってきたんですけど泣いてない、泣いたら化粧落ちるしてるんで泣いてないんですよ。で、たまたまこの前オンライン入ってる時にタイガが目の前に乗ってケリーもらったなって言ってもらえて、まあ大したことな話じゃないんですけどね。なんか自分の代の部長の人にそれって言ってもらえるってすごい嬉しくて、成長できたよなって、やってきて後悔なかったなって思いました。で、今日っていう日が今日っていう日が終わっちゃうと、この部活っていう所属も、まあ、同期も後輩もみんな、まあ、失っていく感じになっちゃって、まあ明日から何していこうって思っちゃうんですけれども、まあ、こうやって泣いちゃうぐらい大切な存在に大学生のうちに出会えたことに感謝したいと思ってます、まあ、はい。で、まあ、ここまで続けてこられたのも二部券を入ろうやって言ってくれた子のことか、やめずに頑張ろうやって遊ぼうやって言ってくれた佐藤とかおぎゅんが追ってくれたからやとほんまに思ってるから、赤い公園
コピーしたさったけど、それよりもこの4人と演奏できることに感謝してます。4年間悔いなかったです。ありがとうございました。この曲に行きます。
バタバタしちゃって今日も電車の遅延でちょっと遅れてきちゃったんですけど、しょうがない。私は大丈夫かな。なんか私この部活に入った理由とかって全然大したことなくて、私音楽のこととか何も考えずに入ったんですよ。なんかそんなに共感できることないかもしれないんですけど、なんかそれでなんかめっちゃ自分がギター上手なわけでもないんです、なんか何が残るやろうって昨日考えてたんですよ、ベッドの上で。そしたらね、まあ、やってくれる人たちがね、大学時代にね、できたことが一番大きいんじゃないかなって思うんですよ。何言おうとしたかな。そう、今日本当は、なんか、ね、いつか誰かがやってた、あの、今、4年間で何十何曲目ですみたいなやつやろうと思ってたんですけど、昨日数えてたら2時間ぐらいかかってて諦めちゃって、何曲目か分かんないんですけど、まあ、なんか多分96曲目くらいじゃないかなって思います。私ここいなかったら大学生活からこうやったなって思うんで、ね、残りいる人たちはそんな生活を送ってほしいなって思います。あと、まあ、さっきの歌詞だったんですけど、まあ、世界が、ね、肩を落としてもあなたが泣いてたらしょうがないみたいなね。みたいなことを私は思ってるんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、私は高校から慶応に入ってずっとボーカルやってたんですけど、なんかなんとなく軽音続けちゃったなっていうのもあって、なんか入部軽音自体は一緒の高校だった神井と渡ると一緒に、まあ、ついてきて入ってきたって感じだったんですけど、なんかなんていうんですかね、自分そんな、なんか音楽に対して積極的でもないし、なんかストイックなわけでもないんで、なんかここにいていいのかなってずっと、思ったりしたんですけど、もうなんかみんな仲良くしてくれて、なんかバンドもいっぱい誘ってくれて、なんかすごい楽しかった4年間だったなって。このバンドが1回生の3月ライブの時にやったバンドで、なんか沖縄とか行ったりして、なんか思い出がすごいあるバンドで、なんか最後にできて本当に良かったなって思います。本当に4年間ありがとうございました。二部軽音のみんなは絶対的な関係です。聞いてください。